ソユーズトマ −0HM は第25次長期滞在クルー3名を国際宇宙ステーションへ運ぶために2010年10月7日に打ち上げられた。ソユーズトマ −0HM はソユーズ宇宙船にとって107回目の打ち上げとなる。また、トマ M 型ソユーズ宇宙船の最初の打ち上げとなる。宇宙船は第25次長期滞在クルーの 緊急避難用宇宙船としても使われるために宇宙ステーションにドッキングした状態に置かれた。ソユーズトマ -0HM はソユーズトマ M 型の最初の宇宙船であり RKK エネルギアによって2002年から使用されてきたトマ型を元に開発された。陳腐化した39個の電子デバイスを新しい19個の電子デバイスに交換し宇宙船の 全質量を 70kg 軽量化させた。特に30年以上素ユーズ宇宙船に使ってきた旧来のアルゴンアナログ制御システムは新しいデジタル船内コンピュータ TSVM-101 に取り替えられた。電力消費は宇宙船全体を通じて低減された。機械船モジュールのフレームに使われる材質をマグネシウム合金から アルミニウム合金に交換し、宇宙船の製造を容易にさせた。現在、ロシアで開発中の PPTS 宇宙船に使用される可能性がある新しい装置を、この近代化されたソユーズ宇宙船を使ってテストすることができるとされる。ソユーズトママイナス 0HM のクルーであるスコット・ケリーは、操縦に宇宙飛行士が集中することを容易にする。 宇宙船の新しいディスプレイを称賛した。開発試験のための飛行は、ソユーズトマイナス -01M とトマイナス -02M の2回が計画されている。3番目のトマイナス -03M は認定試験である。これらの試験には、宇宙船の通常運用の検証に加えて、手動のコードコントロールや、手動によるスラスターを使っての軌道上での機動的な姿勢制御や、 ISS の周りを手動操縦モードで飛行するような通常でない運用の検証も含まれている。宇宙船は2010年10月7日23時10分55秒、アトくにバイコヌール宇宙基地からソユーズ FG ロケットで打ち上げられた。打ち上げ9分後に宇宙船は地球周回転軌道に乗った。軌道は 近地点高度 199.85km、遠地点高度 258.77km、軌道傾斜角51.63度であった。軌道に乗って間もなく、宇宙船は太陽電池パネルとアンテナを展開した。軌道修正を行って、宇宙船は ISS への接近を開始した。ソユーズとママイナス0 1 m 宇宙船は、 ほぼスケジュール通りの1分前の2010年10月10日0時1分、アトクに宇宙ステーションに連結した。354km 上空を宇宙ステーションと一緒に飛行し、チリ沖の南太平洋上空でポイスクモジュールにドッキングした。直後、宇宙船とポイスクモジュールのラッチとフックががっちりかかり、機密性のチェックを行った。その後、3時9分アトクに、 タッチが開かれた。ありがとうございます。